レッツリハとは桜十字のデイサービスです。したいをできるにをコンセプトに、リハビリ専門スタッフが利用者様一人一人に合ったプランを作成し、効果的なリハビリを行っています。レッツリハにはリハビリを行う半日型の店舗と、入浴やお食事のサービスがある1日型の店舗があります。今回はリハビリ特化型、半日滞在型の店舗をご紹介します。まずはご自宅まで送迎車でお迎えに伺います。到着したら血圧や脈拍を測定し、今日の体調をチェックします。体調チェックが終わったら、利用者様全員で全身運動や脳トレ要素を含んだ準備体操を行っていきます。準備体操の後はマシントレーニングや個別リハビリを実施していきます。休憩の合間にカフェスペースで水分補給を行いながら、他の利用者様と交流を楽しむ姿が見られています。次に理学療法士が考えた内容に沿って、認知症予防や転倒予防など様々なトレーニングを行っています。プログラム内容に応じてスクエアステップやノルディックポールなどの器具を使用したり、屋外歩行訓練の実施なども行っています。リハビリを行った後には筋肉痛予防、疲労回復のために生理体操を行います。送迎車にてご自宅までお送りして、レッツリハ半日滞在型店舗での1日は終わりです。レッツリハ各店では見学やお試し利用を随時受け付けています。ご都合に合わせて予約いただければ、レッツリハのサービスの内容を体験できます。見学時はスタッフが質問などにお答えしますので、お気軽にご相談ください。概要欄に詳細を載せています。気になった方はぜひお問い合わせください。